トビアス・ペレーラ・フィゲイレドは、ポルトガル・ビゼウ・県サータン出身のプロサッカー選手。ノッティンガム・フォレスト・ F ・ c 所属。ポジションは DF。サッカー選手のクリスティアーペレーラ・フィゲイレドは実刑。2006年、12歳で、スポルティング・クルーベでポルトガルのアカデミーに入団。2012年夏にリザーブチームに昇格し、8月11日の、セーグンダリーガ・ UD オリベイレンセ戦で、 プロデビューを飾った。2014年1月29日、スペインの CF レウス・デポルティウに半年間の契約で、レンタル移籍。復帰後、2015年1月より、トップチームに昇格。2015年1月18日のリオアベ FC 戦で、スタメン入りし、念願のトップチームデビュー。2月1日の FC アローカ戦で、初ゴールをマーク。 2015年4月30日、クラブとの契約を2021年まで延長した。しかし2015から16シーズンから就任したジョルジェ、ジェズスに余剰戦力とみなされ、出場機会をあまり得られなかった。2016年6月28日、出場機会の確保のため CD ナショナルにレンタル移籍。復帰後も状況は変わらず、2018年1月30日、 今度は、フットボールリーグチャンピオンシップのノッティンガムフォレスト、FC に、レンタル移籍。2018年4月20日、レンタルで加入していたノッティンガムに7月1日をもって、完全に移籍することが発表された。アンダー世代からポルトガル代表に選ばれており、UEFAU-21 を終戦試験に二度、参加した。2016年リオデジャネイロオリンピックでは、 全試合に出場したユースプロスポルティング CP ありがとうございます。